こんにちは。皆さんは小石川後楽園に田んぼがあるのをご存知でしょうか。先日訪れると区内の小学生が刈り取った稲が横木に天日干しにされていました。都心にいながらも秋を感じられるのどかな風景を見に、皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。では最初の話題です。10月2日シビックセンターで文教社会企業アクションラーニング講座が開催されました。文京区を住みやすい街にするために、また困っている人の課題を解決するために、新しい活動を立ち上げ自分の仕事にしていきたい人の最初の一歩を応援する文京社会企業アクションラーニング講座。初回のこの日は、思いを事業にするプロセスを学ぶをテーマに、思いをいかに事業にして活動を展開していくか、具体例を交えながら講義されました。なるほどと思って、そういった意味では実はいろんなこう新しい活動とか事業を始めるときっていうのは、いかにこう周りの人たちの力をうまくこう借りるかとかね、うまくそういう人たちの協力を引き出していけるのかなってことが、すごく大切だなっていうふうに思ったわけですね。講義の合間には参加者による自己紹介も行われ、参加者それぞれの思いを発表していました。保育を兼ねたワークシェアリングルームをやってみたいなと思ってまして、サラリーマンの方で定年退職を迎えた方が再雇用とか再就職をされるときに支援が必要なんじゃないかなということを考えていて、そのような支援がしたいなというのが、ずっとありました。講座の後半にはグループディスカッションも行われ、会場は参加された皆さんの熱気に包まれていました。どっちもその例えば雨の日で遊べないで困っているんだったら、じゃあ地域で新しく自分の考えている事業とかを実現していくためには、いろんな人たちのこう力を借りる必要があるんですけども、その時に自分たちの思いをどう伝えたらいいのかなとか、どういうふうにこうコミュニケーションしていけばいろんな人たちの協力を得れるのかなとか、そういったことを学んでいただきたいなと思ってます。あともう一つが、やっぱりその自分たちの活動を継続するためには、やっぱりこう新しい価値を作っていろんな資金とかお客さんお金払っていただくってことも必要なので、そういう新しい価値を作る仕組み作りっていうこと、その2つを学んでいただきたいなというふうに思っています。これまで40人50人の方がこの講座を通して実際にプロジェクトを立ち上げているので、逆に地域とのネットワークをその方々は持っているんですね。ですから今年の受講生はすでに今地域で活動している人たちともっと積極的につながっていただいて、そういう意味ではこれまで以上に早くこう地域の中にこうデビューするというか、地域のつながり作りができればいいな、なんかそんなふうに思っています。地域におけるさまざまな課題を解決するために取り組む皆さんの活動を応援していきたいですね。では次の話題です。現在ふるさと歴史館ではミニ企画、地の巨人文京ゆかりの考古学者人類学者鳥居隆三伝が開催されています。鳥居隆三は明治3年徳島県徳島市の裕福なタバコ問屋の息子さんとして生まれました。ほぼ独学で歴史や文学を学び、東京に出てきて東京大学の人類学教室の標本係という、助手として働いておりました。でその時に、文京区内の向川弥生町ですとか駒込藤前町、そういったところに、お住まいになっていたという文京区とのゆかりがあります。鳥居は文京の地に住んでいただけでなく、この土地の調査研究も行いました。旧岩崎邸庭園、こちらを明治年間に貝塚の調査をしている、そういう縁がございます。あとは文京区の富士神社、こちらが塚の部分が古墳ではないかということで調査をされていらっしゃいます。またおよそ100年前から現在も続いている地域の研究誌武蔵野の創刊にも携わり、自身の調査研究に関する論考を発表しました。
環境区民の方で鳥居隆三という方、初めて聞く方もいらっしゃるかと思いますが、文京区にゆかりの、研究者、日本で考古学研究がまだ始まった頃、その礎を築いた、研究者の一人ということになります。帝国大学の助手として採用されて以降、さまざまな研究機関の職を歴任し、日本国内からアジア全域までを精力的に調査研究を行った地の巨人鳥居隆三に関するミニ企画は12月25日日曜日まで開催しています。また10月22日土曜日から文京昔々黎明編海、山、人の物語と題した特別展が開催されます。こちらもぜひ足をお運びください。続いてはこちらのコーナーです。区では1食あたり野菜120グラム以上取れるメニューを提供しているお店をハッピービジタブル加盟店として登録し、外食でも野菜をたっぷり取れる食環境づくりを目指しています。今週は本郷と大塚にある2つのハピベジ加盟店をご紹介します。まず1軒目は区民センター1階にあるソーシャルカフェサインウィズミー春日店です。スープやスイーツを通して手話空間を楽しむ場を提供するこちらのカフェでは、手話と筆談でスタッフとコミュニケーションを取ります。サインウィズミー春日店のハピベジメニューは、鶏肉と5種野菜の北海道スープカレーとトマトとオニオンサラダのセットです。まずサラダはレタスにオニオンスライス、大胆にトマトは1個使います。そしてスープは鶏の唐揚げにキャベツやナス、パプリカ、インゲンを乗せて旨辛のカレースープを注ぎます。最後にゆで卵とミニトマトを乗せて完成です。ボリューム満点のサラダと5種類の野菜をたっぷり使ったカレー味のスープが食欲をそそります。続いては大塚にお店を構える食堂&デリ玉屋茗荷谷店です。食堂&デリ玉屋茗荷谷店のハピベジメニューはデトックスサラダランチです。デトックスサラダは人参やきゅうり、ブロッコリーなどのほか、香辛大根やレッドキャベツ、クレスといった珍しい野菜まで、季節ごとに旬の野菜を15種類ほど使っています。またじゃがいもやさつまいもは素揚げをしているので、冷たいだけでなく温かさも感じられ、いろいろな味が楽しめる一品です。女性だけでなく男性の方にも好評で、お店一番の人気メニューとなっています。ハピベジ加盟店はたっぷりの野菜が摂取できるだけでなく、さまざまな食育情報などについても発信しているお店です。今後の展開が期待されるハピベジ加盟店のお申し込み、お問い合わせは健康推進課までご連絡ください。続いて区からのお知らせです。かねてより募集しておりました新江戸川公園の新しい名称が決定しました。新しい名称は肥後細川庭園です。応募総数は1257通でした。たくさんのご応募ありがとうございました。なお、新しい名称に変わるのは平成29年3月の予定です。3月には新名称を記念したイベントも行われる予定ですので、皆さんぜひお越しください。ふみの都ウィークリーニュース、それではまた。